引っ越してきてよかった、楽しいっす。小高さん小高さんに言わずに俺来たっすもんね。なんで俺に言ったんやな。でじゃあ小高さんにずっと言われてたんですよ、どっかのタイミングで。そうな、そう東京来た方がいいよって言ってて、それで渋ってたのに、うん、急にな、急に。まあ経験としては絶対いいと思う。そう、なんかよかった。なんだろう、なんか俺明日から行きますよぐらいのノリでなそう明日引っ越します。そう、まあ、思い立ったら早いっす。一瞬だった。2人がどのぐらいやったの？めちゃくちゃ長いよね。結構長いね、6年ぐらい、うん、俺が21の頃なんで5年前、5、6年っすね。怖かったっすよ最初。でしょうね。いや全然そんなことないけど、でもめっちゃ YouTube のこと教えてくれたっす大先輩やん。そう、半年に1回生き残り会議起きるっすもんね俺は。今年は何を頑張ってこう。生き残り会議するんだ。そうそう、生き残り会議でこれをやめようとか、そうこれやろう、これをやろうとかそうなんやコンサルやん。そうだから俺乗っかってるだけ。ほんまにこう集まるやんか、中に仕事の話せんよね。せんな俺なんかマジでせんよね。ちょっとした悩みだそれが、うん、仕事の話する人がいない。じゃあしよう今今ですか今しよう今。何が仕事の話って、仕事の話ってこれもうないで。悩みなぁ。いや、なんだろうね。でもなんかもう仕方ないって思えるようになったからよかったなって。その、まあ、収入とかさ、うん、去年オーバー2出てすごい良くて、1年すごい今までない金額をいただいてありがとうございます。でもそれで、まあ、今年入ってどうなるかなみたいな、はいはいはい、やっぱ、まあ、普通に去年ほど稼いでる月もあれば落ちちゃう月もあって、うん、でもそんなてかそれでもさすごいもらってるわけじゃん、うん、だから、まあ、そんな悩まなくていいのかなって。あ、まあ、でもやっぱ頑張りたい、もっと上を目指したいみたいな気持ちもあるけど、そればっかだとすごい苦しい時もあるじゃん。まあ確かにその気持ちあると苦しいよな、この業界。頑張りたいけど数字がついてこないんだから。ちゃんと収入落ちるそうね。俺もフォートナイトやってる時から比べるとやっぱ落ちてるから。うん。でもなんかそういうのじゃないよなって。確かに気にしたら終わる、うん、気にしてもどうすることも。どっちかやもんね。俺数字気にしだしたらもう全く無理や。空回りする人間や。だからもう絶対に気にしないようにしてる。でも逆に気にして良くなる人もいるじゃん。そうだからどっちかやね。だから気にしてなんかでも気にするけど、うん、態度には出ない人が伸びるんや多分。でも気にしてて明らかにリスナーから、うん、なんかあこいつ気にしてるなとか数字のことしか考えてないなみたいのを思わせちゃうと多分冷めるんやと思う。ある程度冷める人は多い。純粋やもんね、見てくれてる人は。確かにね。うん、なんかありがたいことに結構なんかコアファンが多いと思うの、僕自分のコミュニティが、ね、ずっと同じゲーム一生やってるし、ついてきてくれる人がまあなんか多いし、うん、けどなんか同説はあんま伸びないみたいな、でもそれでもいいのかなって最近。だからコアファンもどんどん増やしていくみたいな、うん、あでもそれが正解、一つの正解な気がするけどな、うん、いいと思う。ありがたいことになんかグッズとかもすごい売れるし、そうね、コアファンはそれがでかい。みんなウィンウィンだなって、ウィンウィン状態を作った方がいいのかしら。難しいですね。どうですか先輩。もう俺もだって数字見ることに一回思いっきり疲れた人間やからね。そうだな、YouTuber な。そう、ああバーの時に、そうバーの時にもうえぐいぐらい毎日数字気にしながらやってたけど、もうそれに解き放たれた時の解放感えぐい楽しいってしゃあない。やっぱそういうのあるとさ、やっぱ人間お金じゃないんだなってね。マジで違うよ。もうだってある程度の稼ぎがあればなんかもうね、いいってなるもんね。でも最近なんかさ F1 見に行ったんよ先週。F1 ってもう金がおかしいんですよ。おかしいね。もう普通にチーム買うのに1000億円とか。そんなに。で謎にチーム欲しいってなっちゃった。お前、もうやめて。いくら配信頑張っても無理だろうと。無理やね。だから、金持ちになって、自分の子供をドライバーにさせるっていう。ああ、いいね。カートスクール行かせて。なるほどね。もう今の時代、峠走らせてとかからのやつは無理やから、ちゃんとカートでやらせてってことだよ。今、日本人の選手もカート上がりだし、日本の。あ、そうなんだ。なんかサッカーのユースと高校サッカーみたいな感じだったの。昔は峠でバンバン走って、でも今峠とか無理やん、多分。確かに。すぐ峠抜けみたいなやつは。だからもうユースしかないよみたいな。いや、すごい面白かった。てか思ったより人気なんだね、F1 って。人気よ。いや、なんかさ、正直知らないでしょ。モナコグランプリとか聞いたことある。ぐらいじゃん。で10万人来たんだよ、会場に。10万2000人。どこでやったん？鈴鹿、三重の田舎。鈴鹿でやったんや。名古屋から車で1時間半とか。海外じゃなくて10万人集まったの？そう、日本で。え、すごいな、日本人で。そう。てか、まあ、F1 の大会を鈴鹿サーキットでやってやる。日本人は1人だけいる。まあでもあれよな、多分。コアファンがそれこそ多いよな、F1 とか。確かに、しかも年齢層高いからお金もバンバン落とす。ああ、そうね。うちのおかん、アイルトン・セナ好きやったの。ああ、いいですね。セナ。実家のテレビ台にアイルトン・セナの写真飾ったよ。誰それ？マクラーレンでセナあるもんな。めっちゃ昔の F1 レーサーのレジェンドみたいな。全然知らない F1 のレーサー。シューマッハとか知らん？ドミニクしか知らん。お前、うまいのわいすぎる。俺も誰だろうってずっと思って。ドミニク・トルットしか知らないです。車乗ってて有名な人。ヘッドセット欲しいです、でっけえ。届かないです、ヘッドセット。国中のやつでバキってバカだから。ガチ届かない。アリケンのさ、見たことあるヘッドホン。こうやって、こうやから。こうやでみんな。この前、それこそハイゲー。ヘッドセットだったじゃないですか。俺ここにあったんですよ、ここ。聞こえねえよ。そう、声が入んないから、俺だからこんぐらいでつけて、こんぐらいでやったんですよ。自分も。そう、眼帯みたいになって。そう、届かない、マジここだから、マジなんかもう、え、ぐれよみたいな感じになるから。なんか届かないんすよね。口まで届かないです、マイクだから、ヘッドセット。キャラクターできてんなぁ。でもなぁ、いや。むずいな。空中のヘッドホンでも作れんじゃないの言うたら。まあなんかね、作れそうな感じはするけど、でもやっぱ作れるけど高くない？高いし労力もすごい。エアポッツとかもはめるじゃないですか。肉が多いからちょっとこことかするとポンって飛んでいくんですよ。マジで？飛んでいく。耳に肉なんてなくない？マジで？俺だからエアポッツしながら散歩した時があるんですけど、めっちゃなくしたっすもん、何回も。ポンポン取れて。ちょっとどういうこと？理解ができない。わかんない。耳マジずっと取れるんですよ。気圧が違うのかな？入れると。柔道やってたのもあるんじゃない？どうなんですかね。柔道やってる人ってさ、耳変形するって言うやん。そうなんですか。耳ちっちゃいです。はい。かわいい。ちょ耳やん。マジでだから俺ずっとヘッドセットなんですよね。ゲームを取れちゃうから。でも届かない。届かない。やばいだから。骨伝導のやつとか買えば、ここにクリップみたいなやつで引っ掛けて、なんか振動で音が聞こえる。いやマジである。最近メガネしながらヘッドセットするからさ、うわー、俺痛いねここ。俺それが無理でイヤホンにしてる。イヤホンは嫌だ。いやだから取れちゃうんですよ、飛んでっちゃうんですよ。ゲーム中取れたら最後ですもん。え、最近は何やってるんじゃん。ヘッドセットだから。あ、ヘッドセットこうやってつけてます。片耳ほぼ聞こえない。じゃあこっちの音は聞かないんでしょ。もう聞けなくても。え、バロラントやばいよ。だから俺多分右耳だけ悪いと思う。あ、そう。そう。いや俺ちょっとカナカナからちょっと授かった。ちょっとヘッドホン持ってくるわ。ちょっとつけれるから試そうぜ。おお。何それ。どうする？包み込めたら。そのまま。泣くんじゃないの？どっちも聞こえる。でもずっとそれでやってたから両耳行くと不安になる。逆に怖い。何それでかっ。これ HD800 と HD700 ってやつなんやけど、700の方は俺が好きなやつでも廃盤で、800はまだあるんじゃないかな。これが俺の方。これオープンバック。これ最大ですか。そう、オープン。いけ。あれいけ。おおいけるいける。おおいけるこれ。これ HD700 で、すげえめっちゃ外の声聞こえる。そうで、これが HD800。いいこれ800を800、これ800。これダメ。あ、これダメなの。あ、いける。うわうわ、いけるやん。え、いいじゃんそれ。でも俺そっちの方が好きっす。こっちの方が好き。うん。てかでかくないですかこれ、ここ。うわ、どうしようマジで。これ俺のクソ重い。うわ、どうしよう。いやいや、そんな気まずいっす、そんなもらっても。壊せない。使ってないんよな。あ、そうなんですか。使ってないから使ってくれる人の方がいいかなっていう。なるほどね。これちなみにボロボロになるまで使って、ここのイヤーパッドも自分で変えて、ケーブルも自分で変えたんや。へえ。うわどうしよう、うわどうしようマジで迷うな。じゃあなんか泣きそうになってたよ。こういけますって言った時もなんか全然きつくなかったです。ここうわどうしようマジで。カスいいっすか。やった、あざます。でも無理になんかもう配信いいやってなったら返して。そんな終わるとき俺も終わる。いいっすか本当に。やった。もう一回つけてみーさ。うわ、いいね。いいね。いや。新スポいけねえっすマジで。一回友達に置いてかれたことあって。うわー、置いてかれそう。置いてきて。俺マジそれの後、もう新スポとか行くときは誰かの裾とかを絶対に握って。正解だよ。そう。でも俺ももう新スポ行かないな。なんか悪い気をもらえそうね。確かにそう。なんかただそれだけの理由。俺最後行ったのあれだ、なんか奥多摩にハイロープウェイ駅があって、まあなんか悪い場所じゃないじゃん別に。病院とかでも学校でもなんでもなくて、ただロープウェイがあって不気味だなーみたいな。で終わりでちょうどよかった。俺も死んでスポット調べてなんか企画で、でまあバッとそこ行ったのよ、YouTuber 仲間と。でバッとそこ着いたらすっごい景色見に来てるカップルとかいっぱいおって、どうしようかなと思って。意味分からなかったもん。心構えがね、スポットよなここ。景色みんなや。そう上の方きれい。新スポな怖かったな普通に。怖いとかマジで怖いよね。なんかオーラがあるよねマジで。ある。なんかとばりある。ひそかで、ひそか。ひそかの天空闘技場でこうやって念ぶーんってやるシーンある。それ以上進めない。ほんまにあれやね。ゾクゾクしちゃう。俺あれやったの。俺なんか廃病院行って、病院なんか入った瞬間、なんか例えばここら辺に普通の空気な気圧がこれぐらいやったじゃん。こうなんねん。このぐらいまで下がってんねん。の感じになんか重力がすごいみたいな。マジでひそかの念じゃん。で向こうからなんかオーラ。なんなんやろうな。なんかあったかい。はいはいはい。いるみたいな。いるじゃないねんな。あったかいねん、向こうに行けば行くほど。入り口は冷たいんやけど、俺は感じ方は結構昔から近づけば近づくほどあったかかったの。小学生とかから暖房ついてたんじゃん。外か。